始まりました。始まりました。オッケー。わかった。あのなんか、うん、あのウェーブとか。家族大丈夫そう。オッケー。はい、じゃあ始めまーす。ライブ配信ということでお花喜ぶ、ぶちころこぶということで。今回は、花友フェスタのブース紹介ということでご案内させていただきます。いよいよね、来週の日曜日、まさにね、今の時間帯はもうそろそろスタートして、もうそう、特にスタートしてますっていう時間帯です。台風のね、影響とかいろいろまだまだ心配事尽きないんですけど、来週はね、ぜひとも東京のビッグサイト、9月の8日日曜日、8時から16時ということで東京ビッグサイトで行われます。ぜひともね、皆さん来ていただければと思います。意外と朝が早くて、終わりも意外と早いということで、ゆっくりしてるとね、見逃してしまうということもあるかもしれないです。あと会場が非常に広いということで、ぜひともね、横山園芸ブース H の6というところで、やっております。長細い、ブースで、待ち構えております。この新しく作ったこの上り、これを目当てに来ていただければ H6 の横山園芸ブースでございます。ね、入場口はなんか4カ所ぐらい、最初4カ所ぐらい、後から2カ所になるというところなんですけど、そのうちの1つのブースから非常に近い場所に、あります。なのでね、真っ先に来ていただければなと思います。ただね、怪我しないようにゆっくり、慌てずに、来ていただければと思います。たくさんご用意しておりますのでよろしくお願いします。で、あと、横山が出演するステージイベントということで、花友フェスタの、メインステージがあります。そこで横山、僕、セミナーをやります。14時30分から14時55分ということで、大取りです。最後のセミナーをやります。まあね、クリスマスローズのこの時期なのでね、クリスマスローズのこれからの栽培方法だとか、ダイヤモンドリリー、横山園芸のね、紹介、植物の紹介も含めていろいろお話ができればなというふうに思います。ということで、まだね、この後いろんなご紹介進めていくわけなんですけど、たくさんコメントをいただいたら今スタッフが、拾ってますので、質問も含めて、いろいろ書いていただければと思います。よろしくお願いします。それではなるべく短めにキュッと締めて頑張りたいと思いますので、質問などはね、最後 お答えできればなと思いますので、時間の許す限り、よろしくお願いします。もしくはね、フォローしきれなかった部分は、後でインスタの方でアップしたりとかもしたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、場所と時間、ブース、H の6とか、お話ししたんですけど、商品紹介ということでお話をしたいと思います。じゃあちょっとこっちの方来てもらって、ちょっとね、資材関係は後で、ご案内します。妖怪メインであくまで植物を売るのがメインでございます。あります。じゃあ始めたいと思います。まずダイヤモンドリリー関係という、練り根関係ということで、横山園芸ね、実はこの時期、みんな心配してくれるんです。何売るんですかみたいなところがあって、まだね、クリスマスローズはもちろん咲かない、ダイヤモンドリリー秋の商材としても、まだまだこれからっていうところでもあります。なのでね、どちらかというと葉っぱ球根だけとか葉っぱだけとかっていうことが多いんですけど、今の時期にね、これから植え替えたりだとかいろいろすると非常にいいので、ぜひともね、今意外と植え替え時、植え付け時、何かをするというのにもすごくいい時期なので、見ていただければなか、と思います。そろそろね、園芸店にもぼちぼち並び始めるので、まあ、そのね、ちょっと先取りということで、話をさせていただければなと思います。まずね、横山園芸皮切りですごく、唯一と言っていいかな、この中で花が咲いてるのはね、こちら練り根の原種、
マソニオルム系という細い葉っぱのね、常緑性の、野生の子です。こんなね可愛らしい、花を咲かせてくれて、意外とねこう作り込むと非常にボリュームがある、いいですね。これ普通は、基本的にはこのサイズで売ってるんですけど、それをちょっと寄せ植えしたやつがこちら、両方ともねちょっと販売をしようかなと思います。ボリュームを取るか、こうこれから育てるっていう苗を取るかというところでやっていきます。こちらね園芸店にも少しずつ今並び始めてるのでね、そちらもご案内していこうかなと思います。あとねこれはね11月12月ぐらいに咲く練り根の原種ウンズラタケなんですけど、こちらもね今植えてしっかり根付いてから寒い冬が来ると実はすごく調子がいいです。すごく寒い地域なんかはなおさらね今頃に植えといて、根っこが張って雪が降るとか、そういうことをしていただければ、1個前のマソニオルム系なんかも非常に、よく行き着きます。寒さに強い暑さに強いって言ってる子もやっぱりそのタイミングを逃してしまうと傷んだりだとか枯れてしまったりっていうこともあるので、まさにねこの秋というのはすごくいい時期でもあります。彼岸花の八重咲きがないな。次あの練り根こちらちょっとねまた枯れ野原な感じですけど、はい、プクプクの球根です。ダイヤモンドリリーです。こちらはね、もう何が咲くか分かんないよっていうミックスのやつと、お楽しみというやつと品種名をつけた、これは何色が咲きますよ、こんな色が咲きますよっていうのの、2タイプ持っていこうかなと思います。これからねおそらく今年咲くだろうと8割9割咲くだろうという球根を選んで持ってくる、つもりなんですけど、もし咲かなかったら植物なんでね本当に、申し訳ないという感じなんですけど、ちなみにこのダイヤモンドリリーっていうのは、開花率普通に育ててると6割とかって言われています。つまり半分ぐらいは咲かないことが多いんですよね。なので、がっかりせずに、1年咲いたら1年休むぐらいのつもりで考えていただければ、と思います。なるべくね花を早く切るだとかその後肥料をやるとかそういうことで、結構カバーはできるんですけど、育て方いろいろによっては、開花率がそんだけ下がってしまうということがあります。なのでね、1つじゃなくて3個4個持ってると1年で 2,3 本楽しめるということで、たくさんコレクションしていただけるとありがたい植物の1つです。ダイヤモンドリリー、まだ見ての通りね葉っぱがもう葉っぱすら出てきてないというか、もうそもそも球根から花がまず咲いてきてから、という植物なのであります。はい、でその後は大体こんな感じかな。あとクリスパか、クリスパだ。全然変わらないよっていう感じなんですけど、これはねさっきの非常に丈夫な、ウンズラータっていう原種とダイヤモンドリリーの雑誌を作ったものなんですけど、これも非常に丈夫で、花のバリエーションも増えてきて原種よりちょっと華やかだけど非常にダイヤモンドリリーよりは丈夫っていうので、この時期地面に植えとくと意外といい花を咲かせてくれます。冬越しもできます。なので、ぜひともねこれ、やっと増えてきて、4品種5品種ぐらい、今年は持っていけるかなっていう感じなのでお楽しみいただければなと思います。インスタグラムの方でもね写真なんかをアップしていきますので、よろしくお願いします。次アーチ。まだまだ暑いですね。今日は涼しいですけどね、たまたま今台風の間で、雨も降ってない状態なのであれなんですけど、じゃあ次、趣味の園芸コーナーということで、もうちょっと寄るか、趣味の園芸というコーナーということで、いろいろ、まあ、僕含めスタッフが、好きで育てている植物を少しずつ持ってきたいと思います。まずはねこちらこちらで、ブーファン、同じヒガンバナ科という仲間の中でブーファン、輸入球がね、売られてるんですけど、横山園芸ではねやっぱり自然を大切にしたいとか
守りたいとかって意味も含めて、種から育てている株です。これでだいたい5年ぐらい経ってるやつ、当日ね少しですけど販売したいと思います。同じく、はい、数が少ない葉っぱが出てる、ハエマンサス、これもヒガンバナ科の仲間です。南アフリカ原産です。やっぱりね、なんか南アフリカって聞くだけで嬉しくなるというかワクワクしちゃう植物の一つなんですけど、これも数品種、持っていきたいと思いますね。あとブルンスビギア、なんか横文字って呪文のように聞こえるかもしれないですけど、知れば知るほど面白い、植物たちがあります。あとヒガンバナの八重咲き、すごいんです。もうヒガンバナの根っこ動き始めてるんですよね。こうやってね、着々と秋の準備をしています。今8月の下旬、9月1日だ、もう9月だ。やっぱりね、お盆過ぎから少しずつやっぱり植物っていうのは秋を感じるんですね。ものすごい暑い毎日なんですけど、植物、人間が感じられないような涼しさというかタイミングというかやっぱり持ってるような気がします。今はね、非常に台風の影響で夜温がすごい下がったりとか、日中もねそんなに暑くなかったりっていうので、びっくりするような植物も慌ててなんか動き出しちゃうような気がするんですけど、日の長さとかねそういうのも感じながら、おそらく植物と生きてるんだろうなっていうふうに思います。ヒガンバナ八重咲き、全く上はありませんが根っこが生きてるってことだけは確認できるので、こんなものも持っていきたいと思います。あとはね、ちょっと上から撮ってくれる、ここら辺、ペラルゴニウム、まだねやっと動き出しみたいなとこではあるんですけど、いいですね。球根植物、開根植物の醍醐味ですよね、この瞬間がね。この葉っぱの出だし見えるかな、いやーいいね。ちょっとね 100% これ自体がいくかどうかは、まだ未定なんですけど、あとハオルチアとアロエとか、やっぱりね、その南アフリカ関係はどうしても外せないということで見ていただければなと思います。はい、でこれがまあ大体趣味の園芸コーナーということで、基本的にはね当日来てからのお楽しみというところではあるんですけど、こういうものも、少し見ていただければなというふうに思います。はい、じゃあ次、原種シクラメン、横山園芸といえば原種シクラメン、クリスマスローズももちろんなんですけど、やっとね動き始めてるというところです。どれだけ持っていけるかわからないんですけど、生存確認をして、もしかしたらねそのラベルとポットと、砂利を売ってるようなもんかもしれないですけど、ちゃんと中には球根が入ってますよっていうのを持っていこうと思います。まだまだ本当に動き出しというか、できるだけね水を切ったりなんかして、動かないように逆にして、暑すぎるとねすぐ花が終わっちゃったりするので、できればね9月の中旬下旬ぐらいから動いてもらえるように、ちょっとコントロールしたりしています。でもね秋咲きの花を中心に少しずつ持ってきたいなと思うので、かわいいしょ、こんな大きさです、僕の小指ぐらい、です。葉っぱがない状態ですけど花を咲かせるっていう、不思議な植物の一つではあるんですけど、よろしくお願いします。次がクリスマスローズ。はい、こっちはねやっぱりメインは冬なんです、正直言うと。で、ありがとう。で今は見事こう葉っぱの状態、もしくはねすごく傷んでて葉っぱがちょりちょり茶色くなっちゃってる状態で、みんな心配っていうコメントをよくいただくんですけど、ね、もう少しで秋がやってきます。ヒガンバナが咲いたら秋かなというふうに僕はいつも思ってるんですけど、それまではクリスマスローズもう少し耐えの夏になります。はい、で、もちろん花が全くない状態なので、横山園芸のオリジナルのプチドール、この子、ね、何色が咲くかわからない、お楽しみ、宝くじみたいな苗を売ろうと思います。大きいのと小さいの両方ご用意して、販売したいななんて思います。去年もね実は、九州の花友フェスタで販売したんですけどね、その後すごい、
喜びの声をたくさんいただいたので、あ、こういう売り方ももしかしたらありかなって。正直なこと言うと、自分自身で全部ね答えを見てから出荷したいというのはあるんですけど、まあ、共有しちゃおうということで、あのものすごいちっちゃい花が咲いたりだとか、なんかものすごい、変わってる花が咲いたらご一報いただけると嬉しいかと思います。返してくれーなっていう時もあるかもしれないですけど、その他ね、葉っぱがすごく綺麗な、誰だっけこれ、エリックスミスっていうクリスマスローズね、葉っぱでも楽しめるクリスマスローズもあるよとか、横山園芸オリジナルのね、ロゼルミエールっていう、大きくなりました、もう絶対今年咲くぞっていうようなタイプの、株。あとよくホームセンターでも売ってるんですけど、三好のクリスマスローズのない、横山園芸のねやつを実は三好が培養してメディクロンで増やしてくれてる苗があります。それも一応販売予定です。今調整をしているところなので、なかなかねホームセンター回っても売ってない品種なんかも中にはあるので、ここでねできるだけ多くの品種をお見せして、ご紹介しご案内しながら販売できたらいいかなというふうに思っています。はい、ということで植物のご案内ということで、させていただきました。ちょっと休憩。あっちよし、質問とかコメント来てる？何個かな。まあまあ後でね。よし、ということでじゃあ、はい、次はね資材関係ということで、横山園芸がねあの携わってるというか使ってる、行為にしてる、資材なり横山園芸オリジナルグッズなりというご案内をしたいと思います。まさにね今着てる T シャツ、いつもとちょっと格好が違うので、なんですけど、横山園芸のマークが入っています。そして後ろ、じゃん、腰は寄ってない、いい感じです、いい感じです、ありがとうございます。クリスマスローズのね、夏にまだクリスマスローズかっていう感じではあるんですけど、今からね、先取りということで、実はこの白と紺両方作らせていただきました。サイズは M と L ということで、あのどちらか2サイズ、2サイズ2カラーということで、ご案内させていただいております。横山芸スタッフもね当日は着る予定なので、着るとこんな風になるんだっていうのをね見ていただければなっていうふうに思います。あとね、次オリジナルグッズとしてはこのサコッシュどっちだ、まあ、サコッシュ肩掛けカバンです。作業とかね、スマホとか入れて特にもすごくいいっていう感じで、ああいうこういうお茶なんかも、入れといて、ちょこっとした時に、犬の散歩も含めて、あったらいいかなというので作りました。色はですね、このピンク色、白地にピンク、紺色にピンク。白地に、ブラウン、赤茶色っていうかね、クリスマスローズの色をイメージして、作りました。なんとなくねクリスマスローズってくすんでる花のイメージが多いので、はい、こちらが緑色ね、クリスマスローズ緑色あります。なので、どちらかというとなんか力込むカラーなんじゃないかっていう話あるんですけど、どれもね非常に質感がもう素敵で、実際イメージしてデザインした時よりもすごく仕上がりがいいので、ぜひともね見ていただければなというふうに思います。はい、あとスリットポットです。はい、定番商品だと思います。の中で、こちらのグレーのスリットポット、チャコールグレーっていうかね、あの炭のような、ちょっと暗めの色合いです。この僕が着てるのが紺色なので、限りなく黒に近いかもしれないですけど、グレー、です。あっちで、このグレーのね、あの僕がいいところはやっぱ植物自然に生えてる姿ってやっぱ どちらかというと明るめじゃなくて暗めが多いし、クリスマスローズが生えてるところってどちらかというと大理石とか、あ、大理石じゃないや、
石灰岩とかちょっと暗くなった、黒ずんだ石灰岩とかにも生えてたりもするので、なんとなくイメージがすごく合うなというので、このクリスマスローズと合うなということで、やりました。あとね、使ってと思うんですけど、植え替えても意外とね汚れが目立たない。それがすごくいい。黒とかね、紺色とか、緑とかっていうのはやっぱりどうしてもここに白い跡が作りやすい。もちろんつかないことはないんですけど、目立ちにくいということで、すごくいいかなっていう。どうしても少しこうやって汚れが目立っちゃったりしやすいんですけど、目立ちにくいっていう点でも良かったなと思います。オリジナルカラーのグレー、メーカーの人が力こぶグレー、略してこぶグレー、分かんねえなということで、まあ、チャコールグレーぐらいのこと言っておきます。かっこよくこぶグレーということでよろしくお願いします。スリートポットね、基本的には5個セットだとか4個セットとかで販売させていただくんですけど、2セット買うと1個サイン入りのポットをプレゼントするという出雲キャンペーンやっております。なのでね、ぜひともこれを機に、ちょうどクリスマスローズなり、他の植物植え替えシーズンだと思います。なのでこれを機に見て買っていただいて植え替えていただければなと思います。まあ、その際にね、必要なクリスマスローズの用土原種シクラメンの用土、横山園芸のオリジナルの、通販でもね売ってます。当日重たいから持って帰るの大変よっていう人は、とりあえずこういう質感のもんなんだっていうのを見てもらって、ネットで見ていただいても買っていただいてもいいですし、もちろんね、なんとなく、やっぱ持って帰りたいっていう人はこれを見ていただければなと思います。でそのクリスマスローズの用土とかにも入っております。ヤシの実チップのベラボンということで、なかなか売ってるようで売ってないですし、買うとね送料なんかもかかっちゃうので、面白かった。すごくこちらは軽いので、持ち帰りやすいですし、クリスマスローズ逆に軽いからこそこういうクリスマスローズね、やっぱり大きいポットになりがち、じゃないとやっぱり咲かないっていうのもあると思うので、これをやっぱ僕横山園芸も2割ぐらい最近は入れております。そうするとね、ポットも軽くなって、さっきのねこういう大きくなっても比較的軽く、扱えるというところでは、水はけと通気性と水持ちも非常ある程度いいというところで、おすすめしております。疲れた時クッションとして使っても非常にいいです。あと枕として使っても袋を開けなければチクチクしないのでいいものです。これもねメーカーの人が来て説明しながら言ってくださいます。おつ、そしてあ、これウィッチフォードの鉢です。やっぱねスリットポットもありつつ、このウィッチフォードも売りたいというか、その紹介したいというのは実はすごく僕思い入れがあって、イギリスにいる頃よくこのポットを使っていました。まあ、イギリスはね送料がかからないだとか、もっとシンプルな生産用のポットなんかも作っていたので、それを使ってクリスマスローズを育てていたのをよく思い出します。でオリジナルね、クリスマスローズオリジナル用のポットなんていうのも携わらせてもらったりだとか、こういうグレーのラインを入れようよとか、なんかそういうのもね提案させてもらって、随分ウィッチフォードも変わったなっていうところのではあるんですけど、まあ、こういうポットに植えて、こう投げ込んでいただいてもいいですし、こういう暑い夏を、ね、乗り切るためにも、いいです。これもね、メーカーの北川さんっていう僕の同級生の同期生っていうか同じ年の仲間が来て、ブースに立ってもらって、いろんな種類のなかなか他では売ってないようなウィッチフォードを、販売してくれます。一番高いやつで22万ってやつを持ってきてくれます。触るのはただです。どう送れる、持って帰るか送るかはよくわからないですけど、それは要相談ということで、まあ、見るだけでもいいのでね。でもやっぱりいいポット、高級なもの高いものには意味があるっていうか価値があるっていうね、そのものも感じて、質感として感じてもらえるのもすごくいいかなと思って、栽培にすごく適しているポット、こっちも実は栽培にはめちゃくちゃ適してるんですけど、
非常に高いということもあって、これだという、ね、品種、植物、クリスマスローズのいいものなのかを、孫にも衣装じゃないですけど育てていただければなというふうに思います。で、比較的持ち帰りやすい小さめのポットだから、クリスマスローズのどちらかというとうちでいうとプチドールなんかが非常にぴったし合うかなっていう、ものだったり、します。はい、ということでチラチラ見えててうざったいこの地下昆布うちは今年も作りました。はい、これもね、横山園芸の植物何でも一つでもいいので買ってくださった方にはこのうちわをプレゼントしようかなっていうふうに、思っております。なのでね、ちょっと販売するかどうかまだ検討中というところではあるんですけど、お一人様2枚プレゼントしようかなと思っていてぜひともね、なんかデコレーション大会をやったら面白いかなということで、そんな遊び方も含めて、横山家とお付き合いしていただければなというふうに思います。さあ、そろそろ30分になります。今を踏まえた横山園芸ブース内の紹介ということでこんな感じでなっております。レジが違うかな、なので、石田蘭園、石田くんのシンビストの石田くんとクレマコーポレーション、クレマ室の、プロの生産者さんの隣のブースでやっております。奥の方に、まあ、ちょっとまだね準備の段階で変わるかもしれないんですけど、ダイヤモンドリリー、原種シクラメン、球根関係、クリスマスローズ、ウィッチほど真ん中でドカンと構えてもらって、でクリスマスローズが奥の方にあって、趣味の園芸植物があって、横山の分身がここら辺に現れるかもしれないということで、あとベラボンのとか用土とか資材関係はここにあります。であとグッズ関係はこちらレジのすぐ隣で、あります。はい、でキャッシュレス決済ができるレジ、現金のレジ、現金のレジということで、あります。ここ大事だからちょっと見ながら読ませていただきます。うちわのことは言ったな。あ、そうね、そのうちわ、なんか応援グッズとして、講演会とかこれから秋以降冬にもあります。なのでね、その時に応援グッズとして持ってきてくれたら嬉しいなっていうのがあります。じゃあまずその会計について、基本的には現金レジが2つ、キャッシュレス決済レジが1つとなっており、3カ所で対応させていただきます。いつもねすっごい長い列ができてしまうので、できるだけもう早くさばけるように、3カ所に分かれて、対応していきたいと思います。できるだけスムーズにね、会計していただけるように、誘導するスタッフに従って、どんどんやっていただければなって思います。で、できればねその列を短くするために一グループ一家族様一人ということで、できるだけ列には人が入らないようにしていただければ、列が短くなるので、お願いしたいと思います。まあ、もちろんねその介助が必要な方とか、どうしても仲間と離れられないっていう人は一緒にいていただいて、小さいお子さんもたまに来てくださってすごく嬉しいので、そういう方はもちろん一緒に並んで全然大丈夫です。もう絶対ということはないので、努力目標ということでお願いできればなというふうに思います。あと僕、横山直樹とのサイン写真撮影、サイン会みたいなの大歓迎です。質問にも来ていたんですけど、握手はしていただけるんでしょうかとかいうあれもありました。全然もうハグでもしちゃうぐらいな、週刊 文芸春秋とかに載らない程度に、仲良くさせていただければなと思います。まあ、もちろんねすごく混雑が見込まれます。なのでね、時間帯によっては午後の時間帯だったりとか、比較的列の邪魔にならないように、他のブースの邪魔にならないようにというか、迷惑かけないようにしていただければ全然心よく、対応させていただきます。もちろんね SNS なんかにも上げていただきたいぐらいな、肖像権とか著作権関係なく、まだまだ広がってほしい段階の横山園芸でございます。よろしくお願いします。特にね、まあ、開始直後だとか、混雑が見込まれているときは、まあ、どうしてもお受けできないときもあるかもしれないんですけど、許し願えればなというふうに思います。
あとはあとね、まあ今日もそうなんですけど熱中症対策まだまだ暑い、さなかです。まあ中はね空調が効いているとはいう話ではありますけど、対策をして、来ていただければなというふうに思います。はい。で先日インスタグラムでこのライブで何か質問ありますかということがあったんですけど、あのクリスマスローズは何がありますかということで、あの先ほど紹介したような、品種横山園芸オリジナル品種を中心に持っていきたいと思います。もちろんね先ほど紹介しなかった品種もスペシャルも実は少し用意してあります。それはもう宝物探しのようにあちこちに配置隠しとこうかなと思いますので、探していただければなというふうに思います。これが嬉しかったら握手はできますかということで、はい、大歓迎です。はい、写真も一緒に撮っていただければなと思います。オリジナルグッズの販売ありますかということで、はい、バッチシあります。もちろんね花友フェスタに来れないという方も、後々横浜園芸の通販サイトでも販売したいなと思いますので、慌てずというか焦らずというか見ていただければなと思います。買っていただければなと思います。これちょっと植物の質問になっちゃうんですけど、去年の北九州の花友フェスタでお迎えしたプチドールですが葉っぱが焼けてしまいました。日陰に移したのが大丈夫でしょうか。株元は緑です。あ、もう全然大丈夫です。葉っぱが傷むのはねもうどうしてもしょうがない宿命だと思ってください。特にプチドールだとか原種系のクリスマスローズなんかは葉が傷みやすいです。そもそもね落葉性の性質を持ってると言ってもいいぐらいな、植物の一つでもクリスマスローズの種類でもあります。もちろんね葉っぱが残ってる方がいいんですけど、まあ、できるだけ日陰でできるだけ日の当たらないところで夏は管理するっていうのが最近のクリスマスローズ夏の越し方かなっていうふうに思います。今回ねクリスマスローズちょっと原種関係は、持っていけないと思います。というのは全然葉っぱもないですしまだ全然動きもないので生存確認をするのも大変なのでちょっとそれは秋以降のねイベントの方から販売したいと思います。はい、ということで、じゃあコメント欄から拾ったのをなんか出せるかな。訂正が入りました。ステージセミナーは大取りではなく最後から2番。はい、大取りは5時、3時からの花心さんか、土のメーカーだね。土と肥料のメーカーですね。花心さん大変失礼しました。その1個前ということで、です。はい、じゃあ質問がご挨拶とかね すいませんちょっとそういうのはおはようございますとかそういうのはちょっとごめんなさい割愛させてもらうかもと思うんですけど、ダイヤモンドリーの藤娘ですが葉っぱが最後まで枯れず株元が緑のまま夏越ししてしまいました。お、すごいですね。逆にすごいですよ。これいい状態で越してもらったということなので、そのまま秋も迎えていただければ十分です。ダイヤモンドリリーの品種で藤娘というのがあるんですけど薄い紫色のね基本的には葉っぱが全部枯れるんですけど、たまに品種によって、株の置き場所性質によっては、葉っぱが枯れないで、まあ、ある程度枯れたりもするんですけど株元がちょっと、残ってたりなんかして、大丈夫です。そのまんま残してください。次の質問 D 払いはできんの。うん、わかった。できるみたい。できる。ペイペイできる。各種カードできる。ということで、詳しいキャッシュレス決済のブランドっていうのは、銘柄っていうの、なんかそのやり方っていうのは、インスタグラムでご案内します。基本的にはね、ヤマトの決済サービスを使うので、ほとんどのやつは使えるよね。交通系マネーだとかなんとかっていう。サンシャイン、クリスマスローズのサンシャインの。イベントでやらせてもらったんですけどだいぶ横山園芸も慣れてきたので、そちらの方も、お金を下ろしに行かなくてもいっぱい買えますということで、そちらもね用意してますんで、もちろんねレジとかそういうイベント、
会社ではないので、すごいお手間をかけてしまうかと思うんですけど、よろしくお願いします。そんなところで大丈夫かな。はい、ということで、ちょっとね、秋の園芸シーズンにはちょっと早いかもしれないんですけど、こんな感じで横山園芸にぎやかに、グッズ、うちは、あと植物も含めて、みんなをね盛り上げていきたいかな。どちらかというとハノトンフェスタ多肉が中心っていうイメージが強かったんですけど、だいぶ最近はねいろんな人もできてきつつ、横山園芸もね今回は頑張って第1回から変わらず異色の雰囲気でやっていきたいと思いますので、みんなでね盛り上げて、植物業界、園芸業界、花を楽しもうっていうのが広められたら嬉しいなというふうに思います。今ねまだ台風が真っただ中っていうところであって、戦々恐々としている人たちも、うちらも含めてね多いかと思うんですけど、徐々にねこの台風を機に、秋を感じられる季節がやってくるかなと思うので、体調植物の管理気をつけながら、秋に迎えられればなというふうに思います。そのところで子供大丈夫かな。 OK、 なんかある、物販商品はアグロガーデンさんにも持ってこられますか。多分秋以降のイベントでも、多少持ってきたいと思います。もちろんね売り切れちゃったらちょっとね、その以外のあれはできないかもしれないんですけど、でも、追加で持っていきたいなっていうふうに思います。少しずつ全部じゃないかもしれないですけど、あと手ぬぐい、まあ、うん、お楽しみで。ということで、もしかしたらグッズプラスアルファで今、作ってくれてるやつが調整中ということで、来てそれは来てのお楽しみということで、普段ね飾るためのグッズではなく、こういうふうに、ね、使ってもらいたいという思いが、強くて、作ってるグッズでございます。なのでね、楽しみにしていただければなと思います。植物も含めてグッズも含めて、あと一応クリスマスローズの方も持っていくかな。うん、まだねこれからっていう人サイン本書いたのを持っていこうかなというふうに思います。そのところで、花友フェスタご案内ということで終わりたいと思います。それでは、なんかコメントでも、これアーカイブで残すんだよね、アーカイブで残すので後で見ていただいてもいいですし、なんかコメントがあればまたお答えしたいと思うのでよろしくお願いします。それではじゃあハノトンフェスタ8月9日、当日会場でお待ちしてます。ロブ